それでは池さん本当それではやりたくてしょうがないでしょ本当にお願いしますもう名台詞2人でやったらいいんじゃないですかだってどっちか分かんなくなるんですもんダブルキャスター龍之介はちょっと待ってくださいね、はい、まずはじゃあねサーバントのね鶴岡君お願いします。はい、はい、ではちょっと長いんで読み流れていいですかじゃあいいよ。特進も来賛もあなたにとっては等しく同じ崇拝であると仰せか。ああ龍之介、全くあなたという人は深遠な哲学をお持ちだ。全然読んでないじゃないか。覚えてました。いやいやいや、覚えてた。すごい、はい、素晴らしい。なんか覚えてましたね、今もうね顔まで似てたね。本当ですか。目までもう今ねそのものだったよ。あ、小山さんそっくりだったよ、